キンプリの新たなはじめふ、CDDV、スペシャルで見せる魅力とファンの温かな指示。熱い思いと変化の中で輝くキンプリの魅力。夏の夜に響く情熱的なメロディー、繊細なハーモニー、そして深い絆。その全てが重なり合い、キンプリ、キングプリンスは新たな一歩を踏み出そうとしています。 8月14日、待望の CDDV ライブ、ライブ、真夏の4時間半スペシャルが放送されます。この特別な日、キンプリは新曲、マイラブソングと何者に加えて、5人時代の楽曲、一番を披露すると発表され、その消息はファンの心を揺さぶりました。 今年5月、平野志を、神宮寺勇太、岸ゆ太が卒業し、長瀬門と高橋山の二人体制となった金プリ。多くのファンは、五人時代の楽曲をどのように受け入れるのか、その姿勢に注目していました。その答えは明確でした。7月2日、新たな始まりを迎える早々、キ金プリはファンミーティングで、ラビンユー。 と、今夜ず揺れい、といった五人時代の楽曲を披露し、その姿勢を示しました。永瀬角は、受け付けないファンもいるかもしれない。でもやらないことで、不必要な憶測や心配をかけたくなかった。なるべく早い段階でやりたかった、と語り、五人時代の楽曲への真摯なアプローチを示しました。この姿勢は、彼らの歩んできた道を背負う覚悟と共感を呼ぶものとなりました。 一番、ファンとの絆の象徴。一番、はキンプリにとって、歴史を背負う初め曲として、特別な意味を持ちます。この楽曲は、2022年に発売されたフォースアルバム、メイドインに収録されたリード曲です。作詞作曲編曲は、ラッパートラックメーカーのクレバが務め、振り付けは、世界的ダンサーリーハタが手掛けました。 平野の仕様は、この楽曲を通じて念願だったクレバとの制作を果たし、キンプリの音楽性をより深く広げました。ジャニーズ内でもトップクラスのダンススキルを持つ平野がセンターを務め、5人の歌声が融合したトラックは、MV の再生回数百万回をわずか1日で突破するほどの人気を博しました。 ファンはこの楽曲を心から愛し、MV 再生回数5000万回を目指す運動を通じて結束し、その記録を作り上げました。一番はキンプリの個々の魅力を最大限に引き出しつつ、5人の調和が見事に昇華された楽曲です。その魅力は昨年の紅白歌合戦や、 今年の NHK の歌番組メニュー101でも披露され多くの人々に感動と共鳴を届けました。熱い応援とファンの葛藤。ファンの間で一番は平野仕様のために作られた楽曲だという認識が広がっています。そのため彼の不在によって曲がどのように変化するのか多くのファンが疑問と不安を抱いています。 ファンの声は分かれており、曲のフォーメーションやダンスの振り付けに関する心配から、楽曲の本質的なメッセージに対する熱い思いまで様々です。5人の金プリを2人に塗り替えたいわけじゃなく5人の金プリがたくさんの方の記憶から消えないように、一番、落ち上並みで披露するんじゃないのかな、と、楽曲の大切さを訴える声もあります。 5人時代の曲を歌うことの勇気や意味に共感する声も多く、ファンの思いが複雑に交錯しています。脱退メンバーとの向き合い方。キンプリは脱退メンバーとの向き合い方についても注目されています。脱退メンバーがいる場合、グループのフォーメーションや楽曲の分担を再編成することが多い中、キンプリはどのように変化に対応するのでしょうか 先輩グループである患者にエイトやニュースが脱退メンバーを経てもグループを存続させている実例があります。彼らは新たな挑戦を通じてファンの心をつかみ変化に柔軟に対応してきました。キンプリもその一翼を担い脱退メンバーによって揺れる中でも真摯な姿勢と熱い思いを忘れずに歩み続けることでさらなる高みを目指すでしょう。 未来への一歩、そして期待。8月14日の CDDV ライブ、ライブ、でキンプリが新曲と、共に一番を披露する瞬間に多くのファンの目が注がれることは間違いありません。彼らのパフォーマンスは熱い応援と共に新たな一歩を刻むものとなるでしょう。さらに注目すべきは、このスペシャルに来ればも出演すること。 その共演が果たして実現するのか、そのカメラワークがどのようにキンプリの魅力を引き出すのか。すべてが未知の領域であり、ファンたちの期待と興奮が高まっています。キンプリの新たな一歩は、ファンとの絆と熱い応援に支えられています。彼らの進化と成長に心を寄せながら、彼らが歩む未来への一歩を見逃さないようにしましょう。一方、